アリアストリートの延長線の上にある南に下ったところでモーターサイクル屋さん街があるんですけど、インディアンを見つけましたよ。なんか昔インディアンってあったらしいじゃん、日本にはハーレーかインディアンかっていうらしいんです。あんまり私詳しくなくてですね。でもこのかっこいい、これ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 、近未来的っていうのか、かっこいい。これ一色でまとめました。かっこいい。これ111モデルかね、なんか書いてありますよ、111って。かっこいい。もうもうおおおお、これはなんか定番みたいですよね。誰が見ても定番やみたいな。で、こっちがですね、面白いな、あのパネルのレイアウトが面白いんですよね。こうなってますね。そう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 、ね、左右にあのメーターとあのタコメーターかとスピードメーターついて、真ん中にあの操作盤がついてるんですね。こういう風にするんか、バイクはね。バイクにはとう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 そのなんていうかな、ね、こういうあのもうね、倒産するようになったんですね。でででで、こっちは普通よね。ロードスターインディアン、はあ、はあ、うん、ラグジュアリーなモーターサイクルです、ね。うん、レイアウトがほら V ツインよ、1901年 V ツインのアレンジです。はい、ロードスター、はっはーよ、はっはーよ。生きるためにあのモーターサイクル乗るんじゃないんですよね。もうご趣味ですよね、皆さんね。なんかもうチャリでもいいんだけど、スクーターでもいいんだけど、何でもいいんだけど、なんか知らんけど、なんか知らんけど、エンブレムに憧れてるっていうか、あの なんていうかな、インスピレーションされるならいいんだけど、なんか乗せられてるって感じがします。まあいいや、笑うよね歩きでもいいやないですか。なぜに二輪に乗りたがるよね。今三輪の方がこけなくていいです。